おはようございます。3日目の朝を迎えました。3日目も快晴です。日差しは強いですけど、少しひんやりする感じですね。ちょうど心地いい感じです。朝食取るとこをちょっと探しに来てます。泊まったところはなんかパンみたいなのが置いてましたね。基本朝食はついてないみたいです。今回泊まったところは普通のタイのアパートみたいな感じですよね。ホテルではないですね。ネットで調べましたけども、この辺朝朝食するところがあまりないみたいですね。こんな感じで揚げドーナツ売ってます。パートン校ですね。昨日にぎわってた飲み屋街は閉まってます。何もなさそうですね、こちら側ね。はい、ちょっと戻っていきたいと思います。ここはシュガーケーンっていう、これバンガローみたいなところですね。水上のこれクエ川ですけども、こちらの上に浮かんでるのは水上のコテージですね。川の上にあるコテージです。はい、朝食取るとこがなかったので、こちらで揚げパンを買いたいと思います。你带来个两百卡新的两百三これ一個2バーツとのことです。哦，安妮对安妮来好完成吗好好我的卡我的卡カムカ。先ほどの揚げパンが1個2バーツで、カスタードクリームが10バーツでした。それでは宿に戻って朝食をいただきます。先ほどホテルチェックアウトして、今バイタク乗ってます。バイタクに乗って上川鉄橋まで向かってます。上川鉄橋の横にある戦争博物館を手前したいと思います。はい、こちら戦争博物館にやってまいりました。こう20年前ぐらいに来たことあるんですけども、その時はなんかもうすごい掘ったて小屋みたいな感じだったんですけど、今だいぶ変わってますね。ここに昔使われていた蒸気機関車が、日本製ですね、日本製の蒸気機関車が展示されてます。こちらで入場料を払うようです。50バーツですね。今こちらで50バーツで入場料を払いました。古い紙幣を売ってますね。あとアメリカ兵のヘルメット、これも200US ドル、200ドルで売られてます。確認しましたらビデオ撮影もいいみたいです。それでは入っていきます。すごい立派な建物ですね。昔はこんななかったですね。回り方がある。今日もとても天気がいいです。これ実際に使われてたってヘリコプターですね。ここから見る橋は最高ですね。これ
対面鉄道の模型ですね。はい、ただいま久米川鉄橋駅に来てます。今日もたくさんの人がいます。今日も天気がいいですね。皆さん線路の上でいろんなポーズを撮って記念写真を撮ってます。まもなく列車が久米川鉄橋を通過してまいります。はい、今ゆっくりと通過してまいります。ただいまカンチャナブリバスターミナルにやってまいりました。先ほどバイタクの兄ちゃんにその温泉のあるワットワンカナインまで行ってくれって言ったら30キロもあるので行けないって言われてバスターミナルまで来させられました。こっからワットワンカナイン行きの路線バスに乗って行きたいと思います。まずはチェックインですね。ワットワンカナ行きは B6 のラッチャブリ行きに乗れって言われています。あと今から25分後ぐらいに出発する予定です。バンコク行きはこちらですね。 A の方ですね。で今そのワットワンカナイからバンコクに帰るにはどうすればいいって聞いたらお寺の前で81番のバスを見つけろと、そこからピンクラウまで行けという指示がありました。81番のバスみたいです。これ B8 はパタヤとかラヨン、サタヒップ方面まで行きますね。ちなみに B5 番はアユタヤ、ロップリ方面です。こちら B4 番はバンコク行きのバスです。先ほどこのお姉さんに81番のバスに乗れと教えていただきました。なんかフルーツを食べろと言われてますけどベリーグッドと言っています。ベリーグッドと言ってますね。コブカップ。はい、ただいま到着しました。こちらがワットワンカナーイです。ワンカナーイって言いますね。
日本語でわかんないみたいな感じですけども、わんかないです。わっとわんかない。